井上尚弥のフェザー級転向に海外メディアが大反響。奇妙な行動、サメの餌食と厳しい評価の嵐。皆さんこんにちは。今回は日本が誇る世界スーパーバンタム級4団体統一王者井上尚弥選手の次なる動向について、特に海外メディアの反応に焦点を当てて詳しく解説します。31歳の井上選手は現在スーパーバンタム級の頂点に立つスーパースターです。今年6月にラスベガスで行われた WBC 同級王者ルイス・ネリ選手との統一戦では見事8回 TKO 勝利を収め、4階級制覇を達成しました。この偉業は世界中のボクシングファンを熱狂させ、井上選手の名声を一層高めることとなりました。そんな井上選手の次なるステップとしてフェザー級への転向が有力視されています。しかしこの可能性について海外メディアからは様々な指摘や懐疑的な見方が報じられているのが現状です。まず米国の大手ボクシング専門サイトボクシング247は、井上選手のこれまでの動きについて以下のような見解を示しました。昨年12月のマーロン・タパレス戦で統一王者となった井上はスーパーバンタム級にとどまることを選択し、多くのファンを驚かせた。その代わりに井上は現階級にとどまり、3年前の世界戦で KO されたルイス・ネリを相手に王座を防衛することを選んだ。これは非常に奇妙な行動であり、おそらく彼にとって非常に危険な階級フェザー級に上がることに自信がないことの表れだろう。つまり井上選手がフェザー級転向を先送りし、ネリ選手との再戦を選択したことを奇妙な行動と批判的に捉えているのです。フェザー級に上がることへの自信のなさの表れではないかと推測しています。またボクシングニュースというメディアも井上選手の実力について厳しい評価を下しました。31歳の井上はスーパーバンタム級で弱いチャンピオンを相手に4つのベルトを獲得した。ルイス・ネリとマーロン・タパレスとの過去2試合で苦戦し、ファイターとしての限界を見せ始めている。同メディアは井上選手がこれまで戦ってきたスーパーバンタム級の王者を弱いチャンピオンとみなし、ここ2試合の内容から限界が見え始めていると指摘しています。そして井上選手がフェザー級に階級を上げた場合、非常に厳しい戦いが待ち受けていると予測します。井上がフェザー級に上げれば状況は一変するだろう。その階級には日本人スターを餌にするような危険な捕食者が群がっており、井上はサメたちと一緒に泳がなければならないだろう。井上が階級を上げて格下のファイターたちと戦うのではなく、彼ら全員と戦うことを選んだ場合、フェザー級のトップファイター 4,5 人に負ける可能性がある。ボクシングニュースはフェザー級の強豪選手たちをサメに例えており、井上選手がまるで餌のような立場に立たされると危惧しています。さらにトップクラスの 4,5 人の選手に敗れる可能性すらあると断言するなど、かなり厳しい見方を示しています。一方でボクシングニュース24は WBO 世界フェザー級4位のブルース・キャリントン選手が井上選手との対戦を望んでいると報じています。しかしその実現可能性については、キャリントンが将来的に井上と戦うことに希望を託さない方が賢明だろう、それはありそうにないからだと否定的な見解を示しました。このように各メディアは井上選手の実力を認めつつもフェザー級の厳しさを強調する傾向にあります。ただし井上選手本人は慎重な姿勢を崩していません。米スポーツ専門局 ESPN のインタビューで、井上選手はフェザー級転向の時期について次のように語っています。上げるべき時が来たら、そういう案も一つ考えていますし、しっかりとフェザー級の体というものになった時に考えます。つまり自身の体の状態をよく見極め、最適なタイミングでフェザー級への昇級を判断するつもりのようです。元ザリング誌記者で現在はボクシング評論家として活躍するトム・グレイ氏も井上選手の今後について独自の見解を示しています。どれだけ優れたファイターであっても、短期間のうちに階級を変えることはマイナスに働く恐れがある。グレイ氏は急激な階級変更のリスクを指摘。その例としてスーパースターカネロ・アルバレス選手が昨年5月ライトヘビー級のビボル戦で敗れたケースを挙げています。
ビボルのスタイルと階級そのものがこの大勝利の大きな部分を占めていたのは明らかだ。つまり急激な階級変更はたとえ超一流の選手であっても思わぬ落とし穴になりうるというわけです。そこでグレイ氏が提案するのは、井上選手がしばらくはスーパーバンタム級にとどまり実力者との対戦を重ねること。スーパーバンタム級にはタパレス以外にも井上の熱意をかきたてるだけの優秀なボクサーが他にも存在する。ルイス・ネリとの対戦が決まれば大きな話題になるだろう。中でもグレイ氏が推奨するのがネリ選手との再戦です。もし井上がネリに仇討ちを挑めば日本人の愛国心をかきたてるだろうと言われていました。2017年8月、ネリ選手は山中選手から WBC 世界バンタム級タイトルを奪取しましたが、薬物検査で陽性反応が出たため結果はノーコンテストになりました。2018年5月の再戦でも体重超過によりタイトルを剥奪されています。この因縁のライバルを破ることは井上選手にとって重要な意味があるのです。もちろんいずれはフェザー級への昇級は避けて通れない道でしょう。しかしグレイ氏は井上は将来的にはフェザー級に挑むだろうが、しばらくはスーパーバンタム級にとどまる方が良い、バンタム級で時間をかけたようにだと慎重な姿勢を求めています。実際井上選手自身も今年いっぱい2試合、来年いっぱい2、3試合と考えた場合、再来年あたりにはフェザー級の体が作れるんじゃないかなと発言しており、急がずじっくりと昇級の時期を見定める考えのようです。現在のフェザー級は WBA 王者のニック・ボール、 IBF 王者のルイス・アルベルト・ロペス、 WBO 王者のラファエル・エスピノサら、そうそうたる顔ぶれが揃っています。誰もが井上選手を標的にしており、つけいる隙を狙っているはずです。井上選手としては万全の状態で臨むためにも昇級のタイミングはゆっくりと見極めていく必要があるでしょう。果たして井上選手は海外メディアが危惧するようなサメの餌になることなくフェザー級の荒波を乗り越えていけるのでしょうか。その道のりは決して平坦ではないかもしれません。しかし井上選手の類まれなる才能とそれを支える周到な戦略があれば、必ずや新たな伝説を刻むことができるはずです。モンスターの新たな挑戦の行方を世界中のボクシングファンが見守っています。いかがだったでしょうか。この動画が面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。また、皆さんの意見もコメントで教えてください。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。